ボタンノーズはサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター。田園調布いちごのおうち1977年にキャラクター開発。オリジナルデザインはサンリオ社員の広瀬正代が起こした。開発当初のキャラクターは現行のデザインとは異なる。1983年5月にはボタンノーズを使ったサンリオ初の大人の女性向けキャラクターグッズのシリーズを 展開する1983年12月1日には、田園調布にボタンノーズが住んでいる、いちごのお家をモチーフとした、サンリオの直営店、田園調布いちごのうが開業した。このボタンノーズのお家の絵は後に、ボタンノーズの贈り物と題する絵本に使用されている。オープン当時は1階のキノコ屋根部分には、 焼きたてクッキーなどのお菓子やギフトを販売していたリッコリードッキーと小イチゴ部分にはキャンディのお花畑も入居していた。当初は1000日限定での営業の予定だったが、主にイチゴ新聞の読者による存続を要望する声が相次いだためその後も営業を続け、2011年12月25日に閉店した。 1985年10月9日から1986年4月19日まで朝日放送を制作局として全国十三局ネットでボタンノーズを主人公としたテレビアニメ夢の星のボタンノーズが放映された。同作はサンリオが制作した初のテレビアニメシリーズである。テレビアニメ版ボタンノーズのキャラクターデザインは広瀬の元デザインを参考にして アニメーターの山本しゅが描き起こした。本名は、トリシュボタンノーズの名は、チャームポイントである、小さくて丸いボタンのような花の形からの、ニックネームである。1月5日、キャラクター王国生まれ、優しくて、元気の良いイチゴジャム作りの名人。このジャムを食べると誰でも元気になる。また、イチゴ畑のイチゴたちの怪我を治すこともできる。 2013年サンリオキャラクター大賞45位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である、これやります宣言で40位以内なら待ち受け画面をプレゼントすると宣言していたが、惜しくもランクインを逃し実現とはならなかった。ありがとうございます。